矢切り。矢切り、矢切り、矢切りは、千葉県松戸市にある神、矢切り、中矢切り、下矢切りの三地区の総称。かつてはそれぞれ上、矢切村、中矢切村、下矢切村という独立した村だったが、松戸町との合併により、松戸市の一部となった。交渉地名等はいずれも、矢切りと、正音で読むが、駅名、矢切駅。 バス停留書名は、矢切りと落音になる。口述の歌謡曲、矢切りの私も、矢切りの私と読ませているため、落音で発音されることが多くなった。地名については、戦国時代に起きた第二次公の大合戦にて、里見方が、矢が切れて負けたことから、矢切れ、矢切り、矢切りとなった説がある。このほか、矢の飛び交うことことを嫌い、矢を切る。 矢はもういらないという説もある。本土寺の過去町に、明神二分案四、1447年堤防三月焼切れ、の記述ある。矢切神社の石頭に、原文五年、1740年下役江村の記述がある。江戸川の民営渡し船である矢切の渡しがある。千葉県松戸市の南南西に位置する。西部は、矢切斜面林を境に、 江戸川堤沿いに農地が広がり、江戸川が東京都葛飾区との境界を形成している。矢切斜面林より東側は主に住宅地となっている。地域を南北に貫く千葉県道一号市川、松戸線は交通量も多く、沿道は商店街を形成している。北は小山、南は栗山に隣接している。また山側の土地は、 縄文時代からの大地で地盤が安定している。一方で縄文時代の改新による海中部は一般的に地盤が良くない地区とほぼ一致している。周辺に国立高野大病院、国際医療福祉大学市川病院、旧家川病院、式場病院等の大病院が存在している。住宅地の地下は2014年、 平成二十六年一月一日の工事地下によれば、下矢切矢座南台八十三番四の地点で十四万二千円枚メートルとなっている。縄文時代の貝塚が河野台から点在している。これは、縄文時代の改新による下宇佐大地の水際であったことを示している。矢切の地名は、江戸川の渡し船として、有名な矢切の渡しの由来でもある。 江戸川を挟んで矢切と東京と葛飾区芝又を結んでおり、現在も私船が運航されている。片道の料金は大人200円、子供、自転車、各100円、2018年12月時点、暴走の魅力500選に選定されているほか、芝又定着店界隈と共に、環境省の日本の音風景100選に選定されている。この私は、 江戸時代初期に江戸幕府が地元民のために設けた、利根川水系河川15箇所の渡し場のうちの一つであり、観光用途に設けられたものではない。かつては官営だったが、その後は民営となり、明治初期から杉浦家が先導を務めて運営している。この私が日本全国に有名になったのは、明治時代の伊藤幸夫の小説、野菊の墓。 1906年によるところが大きい。現在、矢切にはこの小説の文学費が混流されている。また、矢切の対岸の芝又を舞台とする映画、男は辛いよ、シリーズの作中にも、第一作で、虎次郎が気境のため乗船する場面以降しばしば登場する。現在は、観光用途の意味合いが強いが、もともとし船という交通手段であるため、渡し場に、 多少の土産物屋がある程度で、特に観光地化されているわけではない。なお、上流側の水戸街道新勝鹿橋へは、約1トル、下流側の千葉街道市川橋へは、約3トル離れている。雨天、降天時は運休するほか、風の強い日や繁忙期などは、手こぎでなく線外行で進む。矢切川の渡し場は、鉄道駅から遠いため、多くの乗客は、 柴又川から乗船し、往復利用している。年末年始には、柴又定着点産 k のため松戸川の乗り場が混雑する。2012年4月28日より、京成バスが、矢切川の渡し場付近に、矢切の渡し停留所を新設、と休日に、限り1日8往復のバス、松31系統が、矢切の渡し松戸駅間で運行を開始した。 2013年から、矢切観光案内所が、上記、矢切の渡し停留所に隣接する形で、矢切風地保存会の手により開設され、矢切地区の歴史展示のほか、矢切地区産の野菜や観光物産品が販売されるようになった。矢切の渡しは、昭和末期に作詞、石本美幸、作曲、船村徹の歌謡曲、矢切の渡しの大ヒットによって、 脚光を浴びた。1976年10月に、千秋直美のシングルレコード、酒場川の B 面曲として収録された。後、1982年10月21日に、矢切りの私を A 面にした千秋版が発売された。B 面は、別れの一本過ぎ。1983年に、細川隆史、瀬川栄子、春日八郎&、藤野俊年 島倉千代子船村徹など7種のシングルによる共作で発売された。なお、細川版の発売にあたって、細川の所属する日本コロンビア8期版、1976年当時日本コロンビアに所属、1983年当時はビクターに移籍していた、を生産中止にしている。シングルレコードとして最も売れたのは細川版であったが、 当時の優先のチャートでは、千秋版が主位を独創していた。その他、ミソラばりも LP で同曲をカバーした。2007年には、中森明菜もカバーした、アルバム、演歌、演歌マイナスに収録。矢切地区で作られるネギは、出荷量こそ少ないものの、太くて甘みがあり、矢切ネギとして2007年、地域団体商標に登録された。柴又は、 京成金町線柴又駅、または京成バス章55系統の柴又定着店、停留所より徒歩で10分。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。